そして白い恋人パンチェラで一層に輝いたのがまた白川塾が送り込んできた恐るべき高校2年生。北海道ニセコの大自然を相手にたゆまぬ練習を積み重ね、磨き抜かれたテクニックはジュニアのレベルを大きく超越。夢は大きく、オリンピックの金メダル、大会第1位佐々木健。